ルイ・ブラランゲム、ルイ・ブラランゲムは、フランスの農学者、植物学者である。パイコールドカレー圏のロコンデ教師の息子に生まれた。高等師範学校で学び、1902年に卒業した。1907年までに、地質学、植物学の学位を得た。1909年からパスツール研究所で働き、パリリカ大学、フランス国立工芸院で教え始めた。 第一次世界大戦が始まると、1914年に不評として前線で戦い、1915年には航空機製造の業務につき、多くの勲章を受訓した。戦争の後、パスツール研究所とパリリカ大学に戻った。1818 18年にアンジェの樹木園を作った友人のガストン・アラールが、ボスルと樹木園の園長を引き継ぎ、この仕事は修正続けた。 1819年に6ヶ月間、ハーバード大学で働き、その後もスウェーデン、オランダ、アメリカ、日本で国際的な活動をした。植物遺伝学の専門家で、国類の品種改良などに遺伝学の理論を、フランスで最初に導入した科学者とされる。FR Beer、エクスポーゼズでビアライトグレーベジタルや FR、オクトエリテシアンティフィークやアンダストリエールなどの、 専門誌に300編以上の記事を執筆した。九百二十八年にフランス科学アカデミーの会員に選ばれた。八百二十八年から九百二十九年の間、日本とフランスの文化交流を目的にした東京の日仏会館の学長を務め、生物学に興味を持つ昭和天皇と何度か会見した。九百二十九年には南アジアを訪れ、 1930年から1949年の間はソルボンヌ大学の教授を務めた。1946年にパリで開かれた世界大図会議では北京大学学長のリースやフランスの海外、領土大臣マリウス・ムテットと名誉会長を務めた。1930年にはフランス植物学会の会長を務め、1947年には 科学アカデミーの会長も務めた。ブレアリングヘムは植物の学名で命名者を示す場合に、ルイ・ブラランゲムを示すのに使われる。ありがとうございます。